はい、どうも、トラ吉の無課金覇王ロードオリックス純正編です。今日でログインが、1004日目ですね、1004日目ですね。はい、現在2022年9月7日の午前7時28分なんですけども、今回はですね、契約書と契約書は、ゴールド契約書10枚ですね、開封したいなと思います。あと、称号をね、つけたいんですけども、こちらですね、田島選手どこにいます？田島選手、あ、こうですね、はい、田島選手今回4回、まあ、欲しい称号つくまでね、最大4回やりたいなと思います。一応、まだレベルマックスになってない A ランクも2枚あるんですけども、レベルマックスのこの4枚を使ってね、まあ、欲しい称号ありますんでね、ぜひついてほしいなと思ってます。はい、その前に、昨日からね、イベントはポロスビタワーが来てまして、まあ、まだ1日経ってないんですけども、ですね、覚醒でこちらですね、はい、オリックスは山崎選手来てますね。はい、まあ、山崎選手ね、僕は2021シリーズ2の、去年のやつですね、去年のシリーズ2の S ランクを実は2枚持ってまして、で、まあ、ミキサーをもうそろそろ入れようかなとか思ってたんですけども、まあ、ここで来てくれましたんでね、まあ、一応、そうですね、この A ランク自チームがね4枚、このオーブの方で2枚と、まあ、もちろんね、これでね S ランク出てくれれば一番いいんですけども、あと各界クリアの方でも2枚あるんで、まあ、覚醒させればトツ3まではいけるんで、まあ、僕の持ってる S ランク2枚で、まあ、極めればいけるんですけどね、まあ、できれば S ランクあんまり使いたくないんで、このランダーボックスちょっと狙おうかなとは思ってます。はい、ここにこれありますんでね、 A ランクチーム契約書のローテーションチャレンジャー、まあ、これありますんで、ちょっとまあ1枚か2枚、まあ、2枚出てくれるのが一番いいですけども、まあ、1枚でも出てくれれば、まあ、S ランクね使わなくていいんで、ちょっと狙っていこうかなとは思ってます。はい、今のところ、18エナジー使って、こんな感じですね。累計応募数が16,003とか、各回クリアが13回とかですね。はい、まあ、ちょっとね、試練の方やりたかったので、試練重点的に今やってるんですけどね。はい、まあ、次、まあ、そうですね、ドリンクとか取ってやっていきたいなと思ってます。はい、で、あとですね、選手追加でね、もうシリーズ2が選手追加されまして、こちらですね、オリックスは、杉本選手でしたね、ラオウ来ましたね。はい、まあ、僕ね、つい最近ミキサーでね、杉本選手のシリーズ1を、取ったんですけども、まあ、シリーズ2、守備がライト D、弾道パワーヒッターミート76、パワー80、走力73ということで、まあ、ミートがね、まあ、ミーパーどっちも下がってるんですけども、ミートが76ということで、まあ、称号でももう A に乗らないということになりましたんでね、まあ、シリーズ1確保しておいてよかったなと思いますね。はい、まあ、シリーズ1やったらね、一応、まあ、ミート A にも称号で乗せれる可能性はありますんでね、まあ、アニバーサリーでね、もし出れば、まあ、ミート77で出ると思うんで、まあ、一応称号では A に乗る感じですけどね、まあ、シリーズ1確保しておいてよかったなと、つくづく今のところ今思ってます。はい、よかったです。まあ、もちろんね、ゆくゆく取れれば、もちろん、スクリッチ、こちらも100高いんでね、まあ、いいのはいいんですけどもね、はい、まあ、そうですね、はい、そういう感じです。はい、それでは、まずは田島選手の称号からいきたいなと思います。田島選手はですね、こうですね、はい、球威77、制球74、スタミナ76ということなんですけども、もう球威をね、ぜひ、A に乗せたいんで、まあ、今回4回最大4回やるんですけども、全て極意書5枚使ってやりたいなと思ってますんで、まあ、この星3個星4しか出ないんですけど、まあ、9位 A にさえ乗ればいいんで、火の玉ボール、星4やと火の玉ボールと超特急ですね。で、星3やとうなる剛腕、まあ、この3つ、ぜひ来てほしいなと思ってますね。はい、4回極意書5枚使っていきます。はい、それでは1回目いきます。もう一発で決まってほしいですね。いきます。ぜひ9位 A に乗ってほしいです。いきます。1回目お願いします。1回で来い。さあ、どうでしょう。おお一番困るな、これこれ一番困るやつ。勝利としてきましたね。いやー、なんか嫌な予感はしたな。いやー、これいいっすよね。4030やもんな。いやー、まあ、
とりあえず9位 A にちょっとチャレンジをしますわ。これまあ最悪ね、最悪というかまあこれにするかもしれないですけども、いきますね勝利としたきたか迷うな。まあいきます、はい、9位 A 一応狙います。これで9位 A 来たらほんま迷うな、それではいきます、極上5枚使っていきます。9位 A の9位 A に乗る称号を来てほしいです。いきます、2回目お願いします。勝利の下来たか。さあ9位 A、 うんうん、魂の特急、魂の特急はあかんかったんじゃないかなね。9プラス2ですもんね、79ですからね、はい、勝利の下でいきますね。まあでも勝利の下ついてるんでね、ちょっと安心っちゃ安心なんですけどね、はい、それでは3回目いきます、いきます、これも5枚使います、いきます。9位 A に乗ってほしいです、お願いします。さあどうでしょう、乗ったら乗ったら迷うけど、さあどう、本格派、本格派って何やろ、うん、ダメですね、はい、勝利の下でいきますいやー勝利の下か、はい、まあいいんですけどね、勝利の下でもね、はい、それでは最後ですね、これも最後5枚使っていきます。結構大盤振る舞いなんですけどなかなか来ませんね、はい、5枚いきます。9位 A に乗ってほしいです、9位プラス3お願いします。さあ来るか、技巧早あかんわ。そうか、これでもあれちゃうの、あちゃうんかどっちかなと思ったけど違う、違いますね、はい、そしたらもう勝利の下ですね、勝利の下でいいですわ、はい、とりあえずはね、まあでもいいですね、勝利の下でも、はい、30スプリント上がったんでこれでいきます、はい、4回やったんですけどね、なかなか厳しかったですね、はい、はい、これでいきます、スプリット4030ということで、まあよかったです、はい、はい、それでは最後に、ゴールド契約書10枚開封したいなと思います。いっぺんにいきますね、1枚2枚3枚4枚5枚6枚7枚8枚9枚10枚ですね、はい、できればね S ランク来てほしいです。いきます、お願いします、 S ランク来い、んやばい、いやーないか10枚やで、いやないわ、最悪マジか、うわ悲しい、悲しいなこれ、はい、ゴールド契約書10枚おそらくオール B ですわ、いやーもうマジか、はい、悲しいな、はい、ゴールド契約書10枚全部 B でしたね、残念です、はい、まあまあしゃあないですね、はい、はい、今回こんな感じですね、まあ、田島選手ちょっと欲しい称号ではなかったですけどね、まあ、勝利の下ついたということで、まあ、よかったかなと思いますね。ゴールド契約書オール B はちょっと残念ですけどね、1枚ぐらい欲しかったですけどね、はい、まあ、プロスピタはね山崎選手ちょっと狙ってね、あのランダムボックスのも狙って、ちょっとオーバーランしてやりたいなと思ってます。はい、今回こんな感じです、また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上トラ吉の無課金ハオロードオリックス女性編でした。